おはようございます。大家早上好。日本語では俳優っていう単語はありますよね。まあこの私も俳優を目指して一生懸命に上へ上へと手繰り上っております。俳優とはそもそも何だろうって、一度昔まだ、東京のね青山に森ビル、花江森ビルね、あった頃、その地下に、骨董屋さんがいっぱいあって、刀屋さん、骨董屋さん、それからジュエリー、古い時計、アンティークとウォッチ、西洋アンティークとかね、そういうのは大好きなもので、時間あるとそこへ行って匂いを嗅いでるんですよ。ワンだからね。その中に一人中国古美術やってるおじいさんがいて、青銅器とか土器とかすごいな、素朴なものを取り扱う方なんですよ。全然その中国の華やかさのない中国のもの、つまり三国志以前のものが多いんですよね。これが紀元前のものが多いんですよ。そのおじいさんとね、よくお話をするんですよ。お金がないから買い物できないんで、おしゃべりだけ。そう。そのおじいさんに教えてもらったのは、俳優っていうのは人にあらずって。人でなしってんだってね。そう、人でなしをやってるわけよ。まあそんな言い方するとあれなんで誤解されるから、ワンさんはワンさんじゃないワンさんをやればいいんです。それをよくやれば優になるね。ただの人だったら灰だけなんです。人に人じゃない、自分じゃないだけなんですけど、それうまくできると灰優になるんですよと言ってくれて、いやーなるほどって思いました。さすがですね、そういう古美術を取り扱う方の考えっていうかね。そうそう、古美術、その方もね、古美術っていうのは古美術ですよと。お客さんに古美を売って物を買ってもらうっていう、だからこうじゃ、これがうまくないと古美術にはならないというのが言ってましたね。いや本当にもうね、素晴らしい方だなって思いますよ。うん。森花江ビルのね、地下にほんの3畳ぐらいのスペースでね、商売やってるんですよ。そう。まあ、森花江ビルがね、解体されて、今、何になったか覚えてないんですけど、たまにその前通るんですけど、ああ、ここ、なんかこうなっちゃったのかっていうね。ね、そのおじいさんも店を畳んで、なんか田舎に引っ込んだらしいんですけどね。田舎はどこだったかちょっと聞いてなくて、そう連絡しようもないんですけど、そういったこともね、教わって、人にあらず、それをよくやることっていう。今日はたわいのない話。今日もたわいのない話。こびてね。話しました。ご清聴ありがとうございます。どちら様も良い一日をお過ごしください。久しぶりにね、2校の生徒さんを募集しています。っていうかずっと募集してるんですけど、言ってないだけですね。対面でもオンラインでも結構です。なかなかね、オンラインって
いや、オンラインですごくいいんですよ。時間も節約できるし、交通費も場所もそんなにね、必要ないので、わざわざスタジオ行く必要もないぐらいになりますから、とてもとてもおすすめです。うん。よかったら、体験レッスンもあるから、気軽に問い合わせてみてください。それでは、ごきげんよう。さようなら。再见。